はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日は糖尿病の遺伝リスクについてですね。糖尿病というのは生活習慣病なんですけども、遺伝的な傾向が強いということも分かっていまして、例えば両親が2型糖尿病になってしまうと、その子供も将来糖尿病になる確率は 40% から 50% と言われていまして、非常に遺伝的な傾向が強いんですね。で、そういう両親とかそういうミクロな単位だけじゃなくて、日本人、東アジア人という大きな単位で見ても、実は世界的に、遺伝的に膵臓が弱くて、糖尿病になりやすい人種であるということが分かっているんですね。アメリカっていうのも糖尿病が多い国ですけども、アメリカ人の糖尿病患者を調べてみると、実は東アジア人がすごく多かったりして、やっぱり日本人がアメリカに移住して、アメリカ人の食生活を真似すると、すぐに糖尿病になってしまうということも分かっていますから、この遺伝的なリスクというのはどうしてもついて回るものなんですね。しかしそういうふうに遺伝的な糖尿病のリスクが高かったとしても、全然悲観することはなくてですね、ほんの少しの運動習慣を取り入れるだけでも、この遺伝リスクというのを相殺できるということが分かっていますから、今日はこの点をエビデンスを踏まえて解説したいと思います。はい、この糖尿病の遺伝リスクと運動の関係なんですけども、これはオーストラリアのシドニー大学というところの研究で、オーストラリアの中高年6万人を最大7年間追跡した大規模な研究なんですね。この6万人をまず遺伝子マーカーを使った検査をして、糖尿病の遺伝リスクが高いかどうかというのを検査するんですね。そして糖尿病の遺伝リスクが高い人と言われた人の中でも、特に運動習慣がある人と運動習慣がない人を分けて、将来的に糖尿病を発症するかというのを追跡していくんですけども、まず糖尿病の遺伝的リスクが高いとされている人は、低いとされた人に比べて糖尿病の発症リスクは 2.4 倍高かったということでですね、確かに遺伝の影響というのは確実にあるということがわかるんですけども、そういった糖尿病の遺伝的リスクが高いと言われた人でも、運動を1日1時間以上行っている、結構運動している人をですね、そういう方の場合、糖尿病の発症リスクは 74% も低下するということが分かっていますから、遺伝的なリスクをかなり、はるかに凌駕して、運動習慣の方が糖尿病に対する要因としては大きいということが分かるんですね。遺伝的なリスクが高い人であっても、運動習慣を継続していれば、糖尿病になるリスクは非常に軽減できるということが分かっています。これまた別のフィンランドの研究になるんですけども、妊婦さんってどうしても妊娠中はホルモンバランスが乱れたりして糖尿病になりやすくて妊娠糖尿病ということもあるんですけども、これも遺伝的なリスクが関係してくるんですね。遺伝子的に糖尿病になりやすい人が妊娠すると妊娠糖尿病になりやすいんですけども、このフィンランドの研究では、その妊娠した時に遺伝子マーカーの検査をしてですね、糖尿病のリスクが高いと判定された人には運動しましょうという介入を行ってみた結果、妊娠糖尿病を 63% も減少できたという結果が出ているんですね。遺伝的なリスクが高い人であっても運動習慣を取り入れるということによって糖尿病のリスクは劇的に軽減できるということが分かっています。そしてですね、先ほどのオーストラリアの研究でもう一つ面白いことが分かっていまして、糖尿病になる遺伝的なリスクよりも生活習慣の方が重要であるということが分かったんですね。この遺伝的なリスクが低い人と高い人のグループで分けたんですけども、その中でさらに運動習慣のある人とない人のグループで比較すると、遺伝的なリスクが低くても運動習慣が少ない人というのは、遺伝的なリスクが高くて運動習慣がある人よりも糖尿病のリスクが高いということが分かったんですね。遺伝的な要因よりも日々の運動習慣とかそういった生活習慣の要因の方が糖尿病の発症リスクには強く相関しているということで、やっぱり生活習慣病だよねということなんですね。日本人というのはもうほぼ全員が世界的に見れば糖尿病のリスクが高いグループであると言えますから、やっぱり将来的に
病気にならないためにも少しずつでも運動を取り入れていきましょうっていうことなんですね。まあ、そして最後に糖尿病予防に有効な運動ってどういうものかというと、まあもちろん運動であれば何をやるにも越したことはなくて、まあ、激しい運動であればそれなりの効果はあると思うんですけども、まあ、継続していくということを考えれば、まあ、少し息が上がる程度で、まあ、軽く汗をかくくらいの運動で十分であるということが分かっているんですね。で、ウォーキングなんかでもいいんですけども、できれば筋肉に少し負荷がかかって、筋肉を鍛える効果がある運動であれば、なお良いということが分かっています。筋肉の減少を防ぐっていうことが重要なんですね。で、そしてもう一つは全身を動かして血行を良くするということが重要で、まあ、全身の血行が良くなればその分全身に血が回りますから、まあ、指先とかですね、足の指先とか、あとは内臓とかにもしっかり血が回るようになって、まあ、この部分の代謝が良くなる、つまりエネルギーの消費が良くなるので、まあ、エネルギーが余ってしまわないということですから、糖をしっかり消費して糖尿病になりにくい体質になるということ。そしてもう一つですね、運動というのはただ単に筋肉を動かすとか、血行を良くするというだけじゃなくて、抗炎症物質を分泌させる働きがあるんですね。全身の炎症を抑える物質が運動によって増えていきますから、例えば膵臓の炎症を抑えてくれれば、それだけで糖尿病の予防にはものすごく効果がありますし、肝臓の炎症を抑えてくれるとか、胃腸の炎症を抑えてくれることによって、より病気になりにくい体というのを維持することができるので、やっぱりどうしても人間というのはですね、ある程度体を動かし続けないと健康は維持できませんから、こういったところを意識してもらいたいんですね。そして自律神経を整えるっていう効果も重要で、運動をすればもちろん交感神経が優位になって、体は活動的になるんですけども、そうするとその反動で必ず副交感神経が優位になるタイミングというのも来ますから、まあ、そうすると体をゆっくり休めることができる。夜にしっかり眠ることができるという良い生活サイクルになっていくので、この自律神経を整えるという意味でも運動習慣というのは重要なんですね。ですから、ラジオ体操みたいな全身を大きく動かして筋肉にしっかり負荷をかけてストレッチするような運動というのは本当に素晴らしいと思いますし、まあ、軽いスクワットみたいな運動で筋肉を減少するのを防いでいくということ、あと意外といいと言われているのが、まあ、実はガーデニングでですね、まあ、ガーデニング庭いじりもやってみると結構体使って疲れますし、まあ、日光を浴びますし、まあ、土に触れ合うということも自律神経を整える意味で結構重要だということが最近言われていますので、まあ、ガーデニングする余裕がある方なんかはですね、土いじりするのもいいと思いますね。まあ、あとはもちろん加圧トレーニングのような超効果的な運動であれば、非常に短期間の運動であっても、高強度の筋トレをしたのと同じくらいの効果を得られますから、まあ、本当にしっかりやりたいということであればですね、まあ、ぜひ加圧トレーニングも検討していただければなと思います。今日の動画が役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。